ちゃん、あんまりウロウロするとブー吉が当たっちゃうよ。見ててお兄ちゃん、プー吉フルスイングの練習の成果見せてあげる。いっけー、プー吉フルスイング。練習した通りにちゃんとできた。これが私の必殺技、プー吉フルスイング。どんな魔物だって一発でぶっ飛ばしちゃうんだから。私とプー吉のコンビは最強。町の外は危ないって言われてたけど、大したことないじゃない。全然魔物も出てこないし、平和そのもの。油断すんな、あやね。どんな魔物が出てきても俺がぶっ飛ばしてやるけどさ、あんまり町から離れすぎるなよ。迷子になるかもしれないからな。分かってるよプー吉。でも大丈夫だもん、ちゃんと地図もあるし。遠くにソルの塔が見えるはずでしょ。それを目印にすれば。あれ、どこだろうソルの塔。あれ、あれれれ、困ったな。森の中だと上の方があんまり見えないね。プー吉、私の代わりに見てくれる？よっこいしょ。ダメだな、俺の長さ、もとい背丈でも木の上までは届かない。とりあえず来た道を戻った方が早いんじゃないか。うん、そうだね。でも私どっちから来たっけ。足跡とか残ってないか。わかんない、どうしよう。ソルの塔を目印にしようと思ってたから、あんまり周りとか見てなかった。私迷子になっちゃった。落ち着け、あやね。そんなに歩いてないし、方向さえ間違えなければすぐに森の外に出られるはずだ。冷静になってどっちから歩いてきたか思い出すんだ。しゃがみ込んで地面に顔を近づければ足跡とかわかるかも。服泥とかで汚れちゃいそうで嫌だけど、あれ、誰かが倒れてる。そこの茂みのところ、もしかして死体。やだやだ、そういうの見たくない。夜眠れなくなっちゃう。プー吉が代わりに見てくれる。おい、やめろ。俺で死体過去借りをツンツンするな。あれ、足が動いた。生きてるみたい。気絶してるだけかな。もしかしてプー吉フルスイングに巻き込まれて。あの大丈夫？ごめんね、私のせいだったりする？あなた誰？見たことない人だけど。じゃあお兄ちゃんって呼ぶね。私はね、あやね。こっちもプー吉、よろしくね。初対面でプー吉にも挨拶してくれる人って珍しい。あんたなかなかいいやつかも。とにかくどうして倒れてたの？やっぱり私のせい。腹話術じゃないもん。プー吉は私の親友で家族なの。とにかくどうして倒れてたの？
やっぱり私のせい。ごめんね。次からはプー吉フルスイングは周りに誰もいないことを確認してからやるね。反省したよ。許してくれる？お詫びに傷薬をあげるね。ママサレンが何かあった時のためにって心配していろいろ持たせてくれてるの。手当てをしてあげるから、それで仲直りね。私のこと許してくれる？ううん、これも何かの縁ってやつだろうし、私とお友達になってね。不安だったもん。町の外は特に森は危ないから近づいちゃダメって言われてたから、お兄ちゃんが一緒に来てくれて頼もしい。おう、あやねのことちゃんと守ってやるんだぜ坊ちゃん。ほら、プー吉もこう言ってる。プー吉の言うことは聞かないとダメだよ。これでもクマさんだから怖いんだよ。肉食獣だからね。おいおい、あんまり怯えさせるなよ。あやねの友達には手出ししないからさ、俺は分別をわきまえてるんだ。しかし坊ちゃん、どうしてお前は森の中にいたんだ？軽く不審者だったぞ。ここはのんきにお散歩するような場所じゃないからな。そうだよ、町の外には魔物がうろついてるの。特にこの森はよそよりも怖かったり危なかったりするんだって。だから子供は近づいちゃダメなんだよ。私はね、お薬の材料を取りに来たの。私はサレンディア救護院っていうところでお世話になってるんだけど、そこで仲良しになったくるみっていう子がいるの。その子、救護院に来たばっかりで、慣れない環境のせいで体調崩しちゃったの。風邪ひいたみたいだからお薬が必要なんだ。私は家出中っていうか、パパとママからお小遣いをもらえないからお薬を買うお金がないの。でもくるみが心配だったからね、ママサレンの書斎に忍び込んでいろいろ本とか読んで調べたんだ。風邪を治すお薬の材料を集めて調合すればお薬が作れるんだって。その材料になる植物がこの森にあるらしいの。それを引っこ抜いて持って帰るんだ。だからダメだって言われてたけど森に来たの。くるみはただの風邪だから安静にしてれば治るってママサレンは言ってたけど、くるみが苦しそうで見てられなかったんだ。私くるみよりお姉ちゃんだもん。くるみは同じ救護院の子だから家族ってことだから、私家族は大事にしたいの。もう、なにお兄ちゃん、なんか文句でもあるの？そうでしょ、もっと褒めて。私いい子でしょ。うんとね、そのくるみって子はね、
パパとママがロストしたってママサレンが言ってたんだ。どういう意味かはよくわかんないけど、家族がいなくなってるの。だからね、私がくるみのお姉ちゃんになってあげるの。おい、一旦黙れ。なんかそこの茂みがガサゴソ言ってるぞ。本末転？何？難しいこと言わないで。もしかして私のこと叱ってるの？お説教は嫌。私間違ってないもん。おい、一旦黙れ。なんかそこの茂みがガサゴソ言ってるぞ。なんだろう。もしかして魔物？やだ、怖い。どうしてさっきまで魔物なんか一匹も見かけなかったのに。とにかく見つかる前に逃げよう。お兄ちゃん、デカブツに怯えて他の弱い魔物はこの付近から逃げ出してたんだな。道理で危険地帯のはずの森の中だっていうのに全然魔物と遭遇しなかったわけだ。でも一番ヤバそうなのと鉢合わせしちゃったよ。運が悪いにも程があるよ。どうして私お利口さんにしてるのに。いい子にしてたら幸せになれるはずなのに。私がママサレンの言いつけを破って森の中に入ったから、悪い子だからこんな怖い目に遭うの。お兄ちゃん手引っ張って。怖くて腰が抜けちゃいそう。足がうまく動かないの。だから手引いて逃げて。抱っこしてくれてもいいよ。私のブー吉フルスイングの巻き添えを食らっただけで目回しちゃってたくせに。あんな魔物に勝てるわけないから、逃げようよお兄ちゃん。なんとか魔物から逃げ切れた。おお、とりあえず一安心だな。どうも逃げてるうちに街道にも出られたみたいだし、迷子になって帰れなくなることもなさそうだ。まあ結果オーライっつうか、終わりよければ全てよしだな。でもお薬の材料は手に入れられなかったよ。もう一度森に入るのは怖くて無理だし。無駄に疲れた分損しちゃった気分。まあ生きて帰れるだけで運が良かったんだろうけど。お姉ちゃんが帰ってこなかったらくるみも寂しがるだろうし、ママサレンもスズメも他のみんなも心配するもん。家族に迷惑をかけなくてよかったよ。何お兄ちゃん、どうして私をおんぶするの？疲れちゃってもう動けそうにないから助かるけど、子供扱いされてるみたいで不満。
私もう立派なレディだよ。お姉ちゃんだよ。え？お兄ちゃんはママサリンに頼まれて私を探しに来たの？ああ、だから森にいたんだね。ママサレンが書斎で開きっぱなしだった本を見つけて、もしかして森に行ったのかもって推測したんだ。そういうことだったんだ。私を無事に回収できたから任務達成だね。おめでとうお兄ちゃん。もうママサレンには私のやることなんか筒抜けだったんだ。いいけど、心配してくれたってことは大事にしてくれてるってことだもんね。たくさん走って疲れちゃった。あたし、このまま寝ていい？生まれて初めての大冒険だったんだもん。結果は残念だったけど、なんだか少しだけ成長できた気がする。お薬の材料は手に入れられなかったから、その分私一生懸命くるみを看病するよ。ママサレンに頼んでお小遣いの前借りをしてお薬を買ってもいいし、私はまだ子供だからできないことばっかりだけど、頑張って考えて行動して大事なものを守れたらいいな。いろんなことを一つ一つ身につけて立派なお姉ちゃんになるよ。せめて家族を守れるぐらいに強くなりたいな。いけ、プーキチフルスイーン。なんか変な手応えがした。はあ、誰かが地面に倒れてる。ごめんなさい。もしかしてプーキチフルスウィングが直撃しちゃった？ああ、やっちまったな、あやね。この年で殺人犯か。お先真っ暗だな、かわいそうに。毎日ちゃんと俺が面会に行ってやるからな。冗談でもそんなこと言わないで。プーキチたまに意地悪だろ。大丈夫ですか？ってあれ、もしかしてお兄ちゃん？こないだはお家まで送ってくれたりとか、いろいろありがとね。おかげさまっていうか、くるみも風邪はちゃんと治ったから安心してね。っていうか大丈夫？プーキチフルスイング当たっちゃった。うわー、避けようとしたらバランスを崩して転んだの？本当に？私に気を使って本当のことを言わないだけ？あー、膝のところすりむいてるね。私傷薬持ってるから手当てしてあげる。なんかごめんねお兄ちゃん。こないだの一件の後、ママサレンが薬草についてとか教えてくれるようになったんだ。この傷薬もね、苦労したけど自分で作ったの。まだヘタッピだからあんまり効果ないかもだけど、気休め程度にはなるかな。痛いの痛いの、飛んでけなんかお兄ちゃん光ってるよ。全身がピカピカーって。よう坊ちゃん、なんか用か？あやねなら大丈夫だから心配すんなよ。だから大丈夫だって言ってんだろ。まあ、あやね。よしよし。あやねのやつ、だいぶ落ち着いてきたみたいだ。
そうか、あやねはいつもこんな感じだけどな。ぼっちゃんこそいつもと雰囲気違わないか？もっと明るいっていうか、慣れ慣れしいっていうか、無駄に元気が良かった気がするけどな。よしよし、あやねのやつだいぶ落ち着いてきたみたいだ。心配かけて申し訳なかったな。別に転んで怪我したとかじゃないから安心しろよ。誰かにいじめられたとかでもないから。蜂がさ、あやねのすぐそばを飛んでたんだよ。あ、刺されたりはしてないから大丈夫だよ。びっくりして、あと怖くて泣いちゃっただけだろ。どこも怪我してないから心配すんな。昔、あやねはミツバチに刺されたことがあるんだよな。それがトラウマになってんのかな。虫だけはどうも苦手っていうか怖いみたいだな。虫が近づいてくるとパニックになって大暴れしちまうんだよ。プー吉フルスイングも、もともと虫を追い払うために編み出した技なんだぜ。手に持ってるカバンとかをブンブン振り回してさ、虫を追っ払うんだよ。けどうっかり近くにいるやつを叩いちゃったりして迷惑かけるからな。よくない癖だし直した方がいいと思うんだけどな。いや、虫への恐怖を克服しないと根本的な解決にはなんないよな。あやねもそれは分かってると思うんだけど、やっぱりどうも虫は苦手みたいだな。蝶々とかは可愛いから好きみたいだけど。あれ、あやねのやついつの間にか泣き止んでるな。その辺飛んでるモンシロチョウを無邪気に追いかけてやがる。もうなんで泣いてたのかも覚えてない感じだな。ありがとよ坊ちゃん。お前といるとあやねも楽しい気分になっちまって、悲しいとか寂しいとかどっか行っちゃうみたいだ。へえ、プー吉フルスイングにそんな誕生秘話が。あれね、私が綾音ちゃんのそばを飛んでるとよく撃墜された理由が分かったわ。苦手だったのね、虫が。いや、私は虫じゃないけどね。綾音ちゃんもよく見たら蝶々みたいで可愛いって褒めてくれたことあるし。で、ごめんごめん、一応いろいろ説明しとくべき？毎回これが面倒なのよね。まあ仕方ないんだけど、あんたが今さっき見てたのはまあ夢みたいなものよ。起きたらすぐに忘れちゃうと思うから、今はまだあんまり深く考えなくてもいいわ。しかしあっちのあやねちゃんって引っ込み思案というか、自分では全然喋らないのね。あんたも記憶喪失のせいか無口だし、会話が発生しないかと思ったわよ。プー吉がいてくれて助かったわ。気をつけて回想する場面を選ばないとね。ああ、こっちの話、だらだら喋ってても仕方ないし、今回はこれで失礼するわ。じゃあね、また夢で会いましょう。お兄ちゃん、どうしたの？具合が悪いの？ぼーっとしてるね。やっぱり私のプー吉フルスイングが直撃してダメージを負ってぐったりしちゃってるの？ごめんね、ごめんね。謝るから許して。え、違うの？夢を見てたみたいって立ったまま寝てたんだね。器用だね。変なお兄ちゃん。あれ、肩のところ虫がついてるよ。取ってあげるね。よいしょ。ん？虫苦手なんじゃないの？ってなんでそれを知ってるの、お兄ちゃん。昔は苦手だったけどね、サレンディア救護院、古い建物のせいか虫とかよく湧くし、いちいち怯えて大騒ぎしてたら
疲れちゃうんだもん。私お姉さんだしね。虫なんか怖がってらんないよ。くるみも虫が苦手なのか見つけると怯えるから、私が代わりにやっつけてあげるんだ。そのためにこうやってプーキチフルスイングの特訓をしたりもしてるよ。くるみやみんなを怖がらせるあらゆるものから私が守ってあげるの。何でもかんでも最初から上手にはできないけどね。褒めてお兄ちゃん。私どんどん成長してるでしょ。えへへ、えらいえらいって。もっと褒めて。私褒められれば褒められるほど伸びるタイプだから。歩き回ってるだけ。どこに何があるかとか覚えるために。お兄ちゃんこの町に来たばかりだから土地勘がないんだね。わかる。私もサレンディア救護院に来たばっかりの頃は一日中うろうろしてた。楽しいよね探検って。どこに何があるかわかんないと不安だしね。わかるわかる。よかったら私があちこち案内してあげようか。えへん、私はお兄ちゃんよりこの町には詳しいから。おいおい、あやね、いいのか。余計なことしてる暇はないだろう。もう風吉は黙っててよ。いいんだもん、困ってる人は助けてあげなさいってママサレンにも言われてるし。そうかよ、いいけどさ、あやねの好きにすれば。うん、好きにする。ってことでお兄ちゃん、一緒にお散歩しよう。いろいろ教えてあげるね。もちろん迷惑だったら別にいいけど。そう？よかった。私ってあんまり気遣いができないから、人の迷惑を考えずに自分のしたいことだけをしちゃうの。それでよく同じ救護員のくるみを泣かせちゃったりするし、ママサレンにもよく怒られるんだ。私の悪い癖ってやつだよね。でも仕方ないんだもん、私甘やかされて育ったから。じゃあ手つないで歩こう。そっちは大丈夫。まだちょっと時間あるし大丈夫。私言われたことはちゃんとやるから心配しないで。一緒にお散歩しようよお兄ちゃん。じゃあ手つないで歩こう。お兄ちゃん、どこか行きたい場所とかある？ん？私はちょっと行った先の高級住宅街っていうところで夕方から用事があるんだけどね。それまでは時間を潰さなくちゃいけないの。救護員はね、殺虫剤を散布してるところだから部屋にいたら煙たくって仕方がないの。あそこは古い建物だからかよく虫が湧くんだよね。やっぱり虫はまだちょっと苦手だな。気持ち悪いかも。お兄ちゃんは？虫は平気なの？すごい。じゃあ今度部屋に虫が出たらお兄ちゃんが退治してね。で、お兄ちゃんは別に一緒に暮らしてないから難しいかな。でもね、部屋に虫が出ると私とくるみは大抵パニックになっちゃうから、やたらハンマーで壁とか殴って大変なことになっちゃうの。あやね、俺で虫を叩き潰すのは勘弁してくれよ。っていうかあんまりやんちゃがすぎると
救護員を追い出されちまうぞ。私いつもはいい子にしてるから大丈夫。全部虫のせいだもん。虫が気持ち悪いからダメなんだもん。ん？見て見てお兄ちゃん、あそこの屋台で人形焼きを売ってる。プー吉に似てるね、形が。食べたい。お兄ちゃん、買って買って。おい、あんまり坊ちゃんに迷惑をかけんなよ。それに昼飯はあの屋敷で食べるはずだろ。完食してお腹を膨らせちゃダメじゃないか。いいんだもん、あの屋敷には夕方からちょっと顔を出せば。それより人形焼きが食べたい。今食べたい。これを最後のわがままにするから、人形焼きを買って。お願いお兄ちゃん。進めプーキチ、どこまでも。お兄ちゃんが肩車して運んでくれるから楽ちん。ランドソルって広すぎるよね。行きたいところに行くのにも一苦労だよ。なんだか入れ組んでるからよく迷子になっちゃうし。お兄ちゃんが一緒にいてくれてよかった。でもお兄ちゃん重くない？私はともかく、プー吉は結構ずっしりしてるでしょう。あれならプー吉は地面に引きずってもいいよ。おいおい、俺の扱いが雑すぎるだろ。もっと丁重に扱ってくれよ。わかってるよ、冗談冗談。プー吉はお友達で家族だもんね。自分の体の一部みたいに大事にするよ。ん？何？お兄ちゃん、何か言いたいことでもあるの？やっぱり重たい？私自分で歩いた方がいい？そう？いやでもフラフラしてない？きつかったら無理して運んでくれなくてもいいんだよ。ん？どうしたのお兄ちゃん、まだ何か言いたいことがあったりする？あ、かっこいい。お兄ちゃん頼もしい。えへん、じゃあしっかり私をエスコートしてね。うん、どうしたのお兄ちゃん、まだ何か言いたいことがあったりする？ああ、プー吉のこと気になる？そうだよね、わかるよ、みんなそうだもん。私がプー吉とおしゃべりしてると変な顔をするの。お兄ちゃんもやっぱり私を変な子だなって思う？変じゃないって。嬉しい、ありがとうお兄ちゃん。ね、私のパパとママいつもお仕事で忙しいんだけどね。だから私、ちっちゃい頃から家ではいつも一人ぼっちだったの。あんまり同い年くらいの子たちにも馴染めなかったし、お家でお留守番して寂しくて泣いたりしてばっかりだったの。そんな私を心配してね、パパがプー吉を買ってきてくれたんだ。どっか遠い国にお仕事で出張した時にそのお土産としてね。おかげで私は寂しくなくなったの。いつもプー吉が一緒にいてくれるから、おしゃべりして遊んでくれる友達が、家族ができたから。他の人は信じてくれないけど、ううん、バカにしたりするけど、プー吉はね本当にしゃべれるんだよ。命が、心があるの。パパが言うにはちょっと珍しい魔法がかかってるんだって。だから本来は重量級の武器なのに、私にはプー吉が羽みたいに軽く感じるの。それに私にだけはプー吉の声が聞こえるんだよ。
いつもは腹話術みたいにしてプー吉の言ったことを私が代わりに言ってるけどね。本当に喋ってるんだよ。私には聞こえるの。お兄ちゃんは信じてくれる？武器の飾りのぬいぐるみとおしゃべりしてる。うん、独り言してるだけの変な子だってバカにしたりしない？ごめんね、何度も同じようなこと聞いちゃって。でも私以外の誰かにもプー吉に命が宿ってるって信じてほしいの。でないと私は寂しさのあまり妄想してるだけのかわいそうな子だし、プー吉の命もなくなっちゃう気がするの。それはやっぱり嫌なんだ。おっと、もう夕方だね。私行かなくちゃ。ちょっと用事があるから。お兄ちゃん、今日は遊んでおしゃべりして。ううん、私の相手をしてくれてありがとう。すっごくあったかい気持ちになっちゃったよ。お？大丈夫だよ、送ってくれなくても。今日はお兄ちゃんが肩車してくれた分楽ができたから、ちっとも疲れてないもん。自分の足で歩けるよ。うん、だから今日はここでバイバイね。お兄ちゃん、また寂しくなったら私と遊んでくれる？私とおしゃべりして、私を見て、私のために時間を使ってくれる？私はね、ずっとそれだけが欲しかったんだ。うん、約束ね。指切りげんまん。じゃあもう行くね。今日は本当にありがとう。またね、優しいお兄ちゃん。あれ？お兄ちゃん、こんばんは。なんだか最近よく会うね。この辺にお家があるの？それともまたお散歩してるだけ？私はね、ちょっと用事があったんだ。そうそう、こないだ会った時も同じような用事で街中に来てたの。普段はあんまりサレンディア救護院の外には出ないんだけど、私は恩母で歩くのってあんまり好きじゃないんだ。お部屋でできる遊びとかが好きなの。ママサレンは内向的な趣味が多いのねって言ってた。子供はお外で遊びなさいってよく叱られちゃうよ。でも仕方ないんだもん、ちっちゃい頃から家の中にいることが多かったし、お外でどうやって遊んだらいいのかわかんないんだよ。お兄ちゃんはお外ではどんな遊びをするの？よかったら教えて。ううん、なんだか暇そうだし一緒に遊ぼうよ。ん？ああ、私の用事はもう済んでるから。だから遊んでも大丈夫なの。ね、週に2回自宅に帰ってパパとママに面会しなくちゃいけないんだ。あんまりあの人たちとは会いたくないんだけどね。うん、言ってなかったっけ、私はサレンディア救護院っていうところで生活してるんだ。孤児院みたいなところなんだけどね。でも私は別にくるみみたいに家族がロストしたわけじゃないから、普通に自宅もあるし、パパとママもいるの。ん？あれ、お兄ちゃん、なんだか心配そうな顔をしてるね。別にそんなことないけど、パパとママは大好き。でも、あの人たちは何か違うんだもん。うまく説明できないけど。
ん？あれ、お兄ちゃん、なんだか心配そうな顔をしてるね。大丈夫だよ。全然複雑な家庭とかじゃないから。パパとママ、とっても優しいよ。むしろ昔より気を使って大事にしてくれてるの。ただ、私がちょっとパパとママを見ると、なんだか変な感じがするだけ。違和感があるっていうか、時々怖くなっちゃうっていうか。お医者さんにも診断してもらったんだけどね、思春期にはありがちなことなんだって。周りの人間が作り物みたいに感じられることって、みんなが自分を騙して演技をしている風に思えちゃうことって、思春期になって自立心が芽生えてきたらよくあるんだって。私はそれがちょっとひどいだけ。お医者さんはそう言ってたよ。パパとママは悪くないの。私が少し変なんだ。でも私、どうしてもパパとママが本物じゃない気がして、怖くなってひどい態度をとっちゃうの。怒鳴りつけたり、暴れたり、家から何度も脱走したり。それもパパとママに申し訳ないし、落ち着くまではサレンディア救護院で生活することになったんだ。入院って感じ？リハビリ？うちって結構名門の家柄だからね。同じく貴族らしいママサレンとはご縁があって、だからママサレンが私を預かってくれることになったんだ。でもいつまでも救護院に居座っていたら、ママサレンにもパパとママにも申し訳ないし、私ちゃんとしなくちゃいけないんだけどね。なかなか難しいよ。ごめん、お兄ちゃんには関係ない話だったよね。もうすぐ日が沈んじゃうし、遅くなったらママサレンが心配するから。私お家に帰るね。パパとママには申し訳ないけど、私は最近ね、自分の本当の家よりもサレンディア救護院の方がマイホームって感じなんだ。お兄ちゃん、夜遅くにごめんね。起きてる？ちょっといいかな。ご本読んでるの？ああ、ママサレンの蔵書でしょ？私もくるみが面白いから絶対読んでっていつになく強気で言うから読んだことあるよ。お姫様が可愛いんだよね、その話。って、ネタバレしちゃダメだよね。お口にチャック。でもお兄ちゃん、記憶喪失じゃなかったっけ？本とか読めるの？もう、ちょっと教わったらスラスラ読めるようになったの。すごい！私はそういう大人向けの本は難しい言い回しが多くて読み進めるのに苦労しちゃうよ。もともとお兄ちゃん頭良かったっていうか、人並みの学力はあったんだろうね。一度覚えてたものを忘れてただけだから、思い出すだけで読めるようになったのかな。ん？あ、そうそう、おしゃべりしに来たんじゃなかったよ。ちょっとお兄ちゃんに用事があったんだ。ねえお兄ちゃん、プースケ知らない？見当たらないんだよね。うわ、急に触るなよ。俺じゃないよ、俺はプー吉だから。親父、プースケの方とはお前は会ったことがなかったっけ？ね、プースケはね、プー吉のお父さんなの。見た目はクマさんのカバンなんだけど、どっかで見かけたら教えてくれる？またなんか光ってるよ、お兄ちゃん！
おい、こっちだ、こっち、こっち。来てくれてありがとうよ。天気がいいから一緒にピクニックしようとか、あやねが急に言い出してごめんな。坊ちゃんもう高校生だしな。もっと大人っぽいデートの方が良かったんじゃないか。そうか、うん、それなら良かった。え、なんだと思ってたんだよ。坊ちゃんとしては子供と遊んであげてる感じなのか。お、あやねが可愛いリュックを背負ってるって。あら、お上手ね。私、プー吉の母親のプーママですわ。いつもあやねやプー吉がお世話になってます。立ち話もなんですし、まずはお昼ご飯にしましょうか。今朝、あやねからあなたと会うって話を聞いたから、張り切って作りすぎちゃったんです。カニとアボカドのサラダでしょ。これはハムサンドイッチ、こっちはメロンで。どうぞどうぞ、あなたも遠慮なく召し上がれ。味はどうだ、うまいか。そうかそうか、一安心だな、あやね。そのサンドイッチ、お気に召したかしら。あやねとプー吉と一緒に作ったのよ。自家製マヨネーズを使ってるの。もう毎日食べたいぐらい美味しいって、それってつまり、この無礼者。あら、あなた、姿が見えないと思ったら私の中にいたのね。そうだぞ、こいつが無礼な口を叩くから思わず出てきてしまったけどな。おい、そこの小僧、毎日食べたいというのは要するに、あやねと結婚したいということかね。ん、違うと。結婚する気もないのにプロポーズめいた発言をしたのかね。軽薄な男だね。うわ、純粋に美味しかったから毎日食べられたら幸せだなと思ったと。ふん、ちょっと待ってなさい。みんな一旦家族会議だ。毎日というのは難しいが、たまになら作ってやってもいいってプーママが言ってるぞ。プーママの優しさに感謝するといい。その代わり、あやねがお前を呼んだらいつでも駆けつけるんだぞ。たとえ雨でも雷でも真夜中でもだぞ。あんたさ、いつも思うけど天然よね。いちいち思わせぶりなこと言うのやめなさいよ。純情な子供をからかって楽しい？いいけどね。約束したからにはちゃんと守りなさいよ。記憶喪失は言い訳にならないわ。関わっちゃったからには最後まで責任を果たしなさいよ。そのためにもこうやって何度も夢を見せて失われた記憶を保管して定着させていかないとね。もうちょい時間がかかっちゃいそうだけど。ううん、こっちの話。もう夜も遅いし、あんたもさっさとベッドに入りなさい。夜更かしは不健康よ。じゃあね、おやすみ。お兄ちゃん、どうしたの？ボケーっとしちゃって。もういい子は寝る時間だもんね。お眠になっちゃったの？こんな時間に押しかけちゃってごめんね。プースケは改めて明日にでも探すよ。私も部屋に戻って寝るね。おやすみー。お？プースケはプーママの中にいるんじゃないかって？あれ？
お兄ちゃんにプーママを紹介したことあったっけ？ああ、そういえば、プースケ、プーママの中に入れた覚えがぼんやりあるよ。私はくるみと相部屋だから自分のスペースがあんまりなくて、プースケを置く場所がないからプーママの中に入れたんだった。すっかり忘れてたよ。あちこち探し回る必要なかったじゃん。ありがとうお兄ちゃん、おかげで安心してぐっすり眠れそう。ん？また困ったことがあったらいつでも相談してって。ありがとうお兄ちゃん、大好き。お礼に明日の朝食は私が作ってあげるね。お兄ちゃんがいつだったか好きだって言ってくれた自家製マヨネーズのサンドイッチを。なっちゃうよ。プー吉は私の親友なの。武器なんだけど、ちゃんとお話できるんだ。だから大切にしなくちゃダメだよ。私はアヤネ。俺はプー吉だ。私たちとっても仲良しなんだよ。プー吉は私の大切なお友達なんだよ。お兄ちゃんもプー吉と仲良くしてね。私はアヤネ。俺はプー吉だ。私たちとっても仲良しなんだよ。初対面なのにプー吉にも挨拶してくれるなんて、お兄ちゃんいい人だね。アヤネ気に入っちゃったよ。私は私の親友で家族なんだ。あ、でも私はクマさんじゃないからね。お兄ちゃん、プー吉フルスイングぶつけちゃってごめんね。痛かったでしょう。プー吉はクマさんで肉食獣だから怖いんだよ。怒らせないように気をつけてね、お兄ちゃん。プー吉を怒らせない秘訣は、私を怒らせないことかな。だから私には優しくしなくちゃダメだよ。プー吉フルスイング、プー吉フルスイング、プー吉フルスイング。お兄ちゃんは私とプー吉が守ってあげるからね。お兄ちゃんはまだランドソルに慣れてないんだね。それじゃあ私が案内してあげる。一緒にお散歩しよう。
お兄ちゃん、肩車してくれてありがとう。でも、プー吉重くない？私にはプー吉が羽みたいに軽く感じるんだけどな。お兄ちゃん、いつも私やプー吉と遊んでくれてありがとうね。私とおしゃべりして、私を見て、私のために時間を使ってくれる、そういう人が近くにいてくれるってすっごく幸せ。私とプー吉、それとお兄ちゃん、3人はこれからもずっと一緒だよ。私たちは親友で家族なんだから。プー吉、頑張ろうね。守ってみせる。やったよプー吉。そうね、いい感じ。元気をお届け。キャー、一気に決めるよ。私の矢があなたを貫く。キラキラをあげる。お願い。おんわかしまよ。いくよプー吉。プー吉フルスイング。いくよ。じっとしててね。キラキラをあげる。いくよ。優雅に行きますえ。メルヘンガーデン。ありがとう。それはぁ、あ、やぁミントイカやつ。お願い。守ってみせる。どんどん行こう。元気。お待たせ。ショータイム。リズム上げるよ。おーきに行くよプー吉。プー吉フルスイング。すごいね。一気に決めるよ。私の矢があなたを貫く。やっちゃえ。歌っちゃうよ。さすがだね。この優雅に行きますえ。メルヘンガーデン。ありがとう。元気をお届け。落っこちたよ。いい感じ。私に任せて。みんなを癒して。そうね、お願い。一気に決めるよ。あなたを貫く。おんわかしまよ。キラキラをあげる。せーい、見んといておこう。お願いで。最後だっすえ。
じっとしててお待たせー。ショータイム、リズム上げるよ。ありがとう。キラキラを上げる。いくよプーキチ。プーキチフルスイング。やりますな。やっちゃうプーキチ。一気に決めるよ。私の矢があなたを貫く。てい、くらい。優雅に行きますえ。メルヘンガーデン。悪いな。行くよ。見といておくれ。元気をお届け。お願い。えい、ぴゃお願い。行くよ。止まって、じっとしてて。一気に決めるよ。私の矢があなたを貫く。すごいね。私に任せて。みんなを癒して。おおきに。せい、見といておくれよ。くらえ。止まって、やっちゃえプー。お願い。歌っちゃうよ。一気に決めるよ。あなたを貫く。見といておくれ。優雅に行きますえ。メルヘンガーデン。いやあ、お願い。そうね、キラキラを上げる。やっちゃえプーキチ。一気に決めるよ。あなたを貫く。いい感じ。せーい、行くよ。私に任せて。みんなを癒して。お願い。くらえ。一気に決めるよ。あなたを貫く。君がいるから張り切っちゃった。プーキチがいれば何でもできちゃうよ。お兄ちゃんにもプー吉のこと好きになってもらいたいな。座り心地がいいな。プー吉は座れないでしょ。